心あぎる B リーグチェアマンの島田真嗣です。相方のバスケットボールキング村上です。島田のマイクはバスケットボールキングのコンテンツとして毎週木曜に更新しています。はい、ということで収録時点ちょうどお盆ぐらいという感じですけども、いかがお過ごしでしょうか、はい、島田さんは。もうね、村上さんに言うのもなんですけども、うん、私村上にいるんですよ、はい、今。あ、そうなんですね。あ、それでそうなんだ。そうちょっと実家に法事があって今帰ってきましてですね、はいはい、今墓参り等々が終わって、はい、ちょっとみんな集まってこう、うん、なんていうんですかね、久々にこう、うん、食事みたいな、はい、雰囲気になったところで、はい、この番組の収録があることですね。急遽気づきましてですね、いやーそうですか、ちょっと、団体からは少し今距離を置いて、はい、車中にて、はい、私の車中にて今、うん、この番組をお届けしています。はい、いろんなことありますね、これ199回もやってるとね。そうですね、初めてのパターンですね。まさか初めてのパターン、はい、村上市の方にねお帰りになってるとは思わなかったですね。そうなんです、今あのこの車窓から見える風景はですね、うん、はい、ど田舎です。いやー貴重ですね、ついに原点に帰って。キングオブ田舎です、ここは。キングオブ田舎、そういう意味ではちょっと ムーディーな感じがありますので、はい、まあ、ちょっとね、あのいつもとテイスト変わるかもしれませんけど、はい、はい、まあ、こういうね、もう何があるかわからない状況の中でも番組をやり通すっていうのがポリシーですから、はいはい、そうですね、それでこそ200回を続くということですね。そう、はい、そういう意味ではモチベーションが上がってます、はい、今、うん、はい、ありがとう。この状況でどうやって成立させるかっていうね。はい、わかりました。ではまあいよいよ、次回が200回ということで、うん、今回199回、そして、来たね、まあ、ね、旧朝日村から収録ということで、また貴重な回になりましたけど。何週回ですか、はい、ね、いかがですか、あと1回ということになりますけども、うんうん、まあまあまあ、まだ通過点ですからね。はい、そうですね、うん、じゃあすいません、朝日村から元気いっぱいタイトルコールをお願いします。はい、はい、それでは島田のマイクスタートです。島田のマイク、この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りします。はい、本編冒頭はですね、名鉄インカリアの永瀬支配人から、お便り2通いただいておりますので、うん、早速ご紹介をしたいというふうに思います。はい、はい、島田チェアマン、村上さん、ご無沙汰しております。 B リーグはオフシーズンとなりましたが、その間もタツオルームへの宿泊やロビーのタツオ展示、ニョンサンギャラリーを見に訪れるブースターの皆様で、来館があり、シーズン中と変わらず楽しく運営をさせていただいております。そんな中、大変感動する出来事が2つありましたので、お伝えしたくペンを取りました、はいはい、ということでございます。はい、はい、まず1つ目ですね、ロビーには、タツオやシーホース三河に関する展示物がたくさんあるのですが、その中に選手のアクリルスタンド、うん、通称アクスタが5体ありました。うん、ある日ふと展示物に目をやると、アクスタが4体なくなっていることに気がつきました。防犯カメラ等で確認しましたが、原因が分からず、おそらく誰かが持って行ってしまったのだろうと想像します。この顛末を SNSX で投稿したところ、非常に大きな反響を呼びました。全国のブースターさんから本当にたくさんの励ましの声をいただきました。それだけではなく、自分が持っているアクスタを提供しますとのお声をたくさん頂戴しました。中にはアポなしでホテルまで持っていただく方も何名かいらっしゃり、嬉しいやら申し訳ないやら感動しっぱなしでした。B リーグブースターの皆様は本当に温かい人ばかりですと、普段の試合観戦でもマナーが良く、応援もクリーンなのが特色だと思っていましたが、こんな温かい世界なんだと改めて気づく出来事となりました。現在の展示はある2人のブースターさんから、シーホース三河全選手分とタツオのアクスタをご提供いただき展示させていただいております。以前の装飾よりも大幅に華やかになる、さらなる映えスポットに進化を遂げました。
アクスタがなくなるという悲しい出来事から一転、ブースターの皆様の温かいご支援のおかげで素晴らしい展示に進化し、B リーグブースターはなんて素晴らしいんだと感動した経験をお伝えさせていただきました。もう一つの感動した体験は別途投稿させていただきますということで、アクリルがなくなった事件から、多くのファンブースターの方から、むしろ逆に励まされて、さらにアクスタもいただいてということがあったというお話ですけども、いかがでしょうか。まずはもう持ってっちゃった方がね、うん、この放送を聞いていていただけるかどうか分かりませんけども、うん、はいはい、あ、これでその方がね、うん、まだ返しに来ていただいたら最高ですね。あ、そうですね、そうですね。そんな状態になってるとなんか申し訳ないなっていう気持ちが積もって、これで実はってすみませんって言って持って返って、うん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 、してくれたらね確かに最高だなと思って聞いてましたけども、ね、はい、まあ、とはいえ、うん、このそもそもこのアクスタというものが非売品ではなくて販売されてるものなんですかね。そうですよね、まあ、いろいろなパターンあると思います。普通は売ってますからね、結構人気商品だと思いますけども、じゃあそれをまあ、普通に購入されて置いておいたものだっていうことで、皆さんがそういう提供していただいて、うん、むしろバージョンアップしたというか増えたと、うん、そうなんですよね。いやでも本当に皆さん優しいね。やっぱりなんかこの B リーグのね、ファンブースターの皆さんというのは非常に温かいというのはね、まあ、開幕当初ずっとまあ言われ続けてますけども、まあ、改めてということで永瀬さんもね、こんなに温かい世界とかということで思わず筆を取ったということだと思うんですけども、いやこれね、我々こう、うん、さりげなく聞いてるけど、うん、多分当事者は、うん、もうこの感動具合は半端ないと思いますよ。いやでもそうですよね。だってね、うん、盗まれちゃってもどうなのよと、うん、落ち込んでる時に、うん、ね、反響があった上に、うん、こう提供していただいて気がついたらそんななってるなんていうのは、うんうん、なんでみんないい人なんだろうってい う、 そうですよ、ね、感激はね、うん、そう、想像しただけでもなんか、うんうんうん、心温まりますよね。いやそうですね。なんかね、オフシーズンだけどちょっといい話で、はい、非常にいい話、ありがとうございます。ありがとうございます。私からも、はい、御礼申し上げますそうですね、アクスタを提供していただいた、はい、B リーグを代表して御礼申し上げますありがとうございます。はい、ということで永瀬さん、はい、チェアマンからもお礼の言葉を、いただきましたのでね、うん、提供した皆様、提供していただいた皆さんに、うん、ぜひお声を届けていただければというふうに思いますが、実は永瀬さんからもう一通いただいておりまして、うん、こちらも、ちょっと紹介していきたいというふうに思いますが、はいはい、島田チェアマン、村上さん、うん、お世話になってます、先日投稿しました嬉しいお話パート2を、投稿させていただきます。当ホテルロビーには達夫の展示がたくさん飾ってあり、オリジナル達夫動画も放映しております、うん、今年1月、全くバスケと関係なく東京からフットサル観戦の遠征でご宿泊されたお客様がこの達夫展示に大変興味を示されました。そこから達夫とは何者かを調べられ、達夫のことを好きになり、そこから B リーグへ興味を持ち、そしてシーホース三河のブースターにまでなってしまいました。最初は選手の名前を誰一人知らなかったようでしたが、 SNS で三河ブースターの皆様のポストや、バスケットライブの中継などで情報を集め、ついに4月には東京で開催されたアルバルク東京戦とサンロッカーズ渋谷戦を現地観戦されるまでになりました。席は当然三河ブースターが集まるあたりで観戦され、楽しく応援されていたようです。またアルバルク戦には達夫が遠足に来ており、念願の生達夫に遭遇、その様子が SNS に熱くポストされていました、うん、その後当ホテルへ再来館し、達夫ルームへも宿泊、今やすっかり達夫とシーホースのファンとなっています。バスケに興味がない、しかも東京在住で三河と全く縁のない人を引き込んでしまう達夫、彼には本当にすごい魅力があるのだと改めて感じさせられました。ね、当ホテルは、はい、今後も達夫オフィシャルパートナーとして三河、そして愛知県に来てくださる B リーグブースターの皆様に楽しんで滞在いただけるホテルを目指してまいります。島田チェアマンの再来館もお待ちしておりますということで、ね、はい、名鉄インカリアの、永瀬支配人ということでございましたが、最後はね、ちょっと支配人らしいコメントもありましたが、そうですね、また行きたいですね、うん、
まあでもなんか一つのきっかけであれですよね、うん、本当に B リーグバスケットボールとかの興味をお持ちになってそこまでハマっていけるっていうのはね、なんかやっぱりいろんなきっかけがあるもんだなと思いますけども、うん、いやいやいや、そのね、どんなきっかけでこの B リーグのファンになってもらって、うん、会場に足を運んでもらうかっていうことは、まあ、我々の本業中の本業じゃないですか。はい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 。いわゆるマーケティング的にもその辺をね、うん、あのクラブもリーグもこう追求してる中で、うん、はい、まあ、こういうパターンもあるのかと、うん、いうのは今聞いてて思いましたね。まあ、これもね、たまたま名鉄インカリアにお泊まりになってっていう流れでしょうからね、うん、まあ、そういう出会いがどこにあるかっていうのもちょっとわからないですよね。まあ、なんか辰夫ってもあのなんていうんですかね、ゆるキャラみたいな感じでもないし、うん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 、なんか、うん、まあ、スーパーヒーロー系というか、うんうんうん、喋らないけど、うん、SNS 上でも面白いこと言うし、うんうん、まあ、あのスケッチブックに書く、うん、まあ、ああいうキャラのなんか感じもこうスポーツ界とかゆるキャラにはいないキャラじゃないですか、うん、はい、そうですね、うん、やっぱ唯一無二なんでしょうね、やっぱ辰夫っていうのはね。久々に辰夫にも会いたいもんですね。じゃあ辰夫に会うのと、名鉄インカリアへ行くということで、まだ機会があればですね、ぜひ。そうそう、最近、はい、最近辰夫からオファーが来ないんでね。あ、そうかそうか、そうですよね。ちょっとツンデレな感じですね。そう、昔はちょいちょい自転車に乗せられたりとかね。あの寸劇をさせられたりとかですよ。はいはいはい、やってましたね。ね、主演男優賞とかいただいたりとかですね、まあいろいろ絡んでいただいたんですけど、最近なんか絡みが少ないなと気にはなってる。そうですね、そうですね、うんうんうん、ちょっとね、大輝はまた、うん、あの手を伸ばしていただければなと思いますけどね、うん、そうですね、はい、ぜひぜひ辰夫さん聞いてたらよろしくお願いします。では、辰夫さんと、名鉄インカリアの永瀬支配人、どうもありがとうございました。引き続きね、はい、またお便りをお待ちしております。お待ちしてます、ありがとうございます。そしてですね、ちょうど先日私もあの島田さんのフランスの様子なんかをこうノートで見たりした後に、実はお帰りになってから北海道の方に行かれてたんだということで、エスコンフィールドに視察に行かれてたようですけども、うん、はいはいはい、いかがでした、エスコンフィールド。そう、まあ、業界関係者はもうすでにね、うん、足を運んでる方が多い中で、うんうん、ちょっと今更っていうぐらい遅いタイミングになってしまったんですけど、あのなかなか行く機会がなくて、周りからこうすごいよっていう話だけは聞いたんですけども、うんうん、はいはい、たまたまね、あのこのプロジェクトの立役者でもある前澤さんっていうあのファイターズの方がですね、はいはい、あの日経新聞のイベントであの登壇いただいた時にちょっと盛り上がってですね、うん、ぜひぜひ行かせてくださいって話をして、あの、うんうん、ぜひ来てくださいなっていう話からですね、うん、あの日程を決めてあの、はい、行ってきたんですけども、うん、まあでも、まあノートにも書きましたけど、まあそ、はい、想像を超えるってこういうことだなっていう気がしましたね。うんうんうん、まあそのスタジアムアリーナっていう箱の概念を、まあ沖縄アリーナもバスケット界では、まあこのアリーナ界では変えた存在だと思いますけど、このスタジアムっていう部分においては、やっぱり相当コンセプトしかりね、すごいものを作ったなぁと、まあよくもまあこれを企画し、はい、検討しで実行に移しかつブラッシュアップをし続けてる、そのなんかあの当然オーナーの理解であったりとかあのありますけど、今回あのねこの立役者である前澤さんと三谷さんとかがもう本当何年間にもわたって、うん、もうタフにね、このいわゆる業界の常識とかね、うん、固定概念にとられることなく、うん、ファンが本当に楽しい世界ってのは何なんだと、うんうんうん、球場ってこうじゃんっていう常識にとらわれてるけど、うん、こうだったらもしかしたらもっといいんじゃないかっていうことを、うん、もう徹底的にこう追求考え抜いてね、うん、まあそれをボールパークという形で野球を見せる施設というだけではなくてね、はい、うん、そのテーマパークに来たかのような楽しみを与え、うんうんうん、野球を見に行くというより野球やってるのねというぐらい楽しい空間にしようとしてやってきたわけですけども、うんうん、実際そうでしたね。いやーそうですよね。至る所にその空間がすごく上手に作られてるし、うんうんうん、レストランとかもね、うん、もうクオリティが高いわけですよ。なんとなくその、そうですよね、
いわゆるスタジアムグルメとかね、アリーナグルメとかっていうことではなくて、もう、すすきので食べられますよ。ああ、そうですね。そうですね。レベルのお寿司とか、ラーメンストリートで食べますよっていうぐらいのラーメンだとか、まあ、お風呂があったり、サウナがあったり、まあ、ホテルと隣接したりとか、まあ、縁日みたいなコーナーもあったりとか、そういうなん楽しめる空間っていうのはもう分離独立してるんで、そうですよね、うん、そこで楽しんでる間っていうのはもうスタジアムの中にいるってことをさえも忘れちゃいますね、うん、あそうですね、確かにそうかもしれないですね、うんうん、本当に顧客目線に立ってて、すごい感動したのは、その、まあ、空間の素晴らしさとかコンセプトの素晴らしさとか、うん、それをやりきってるなんかその魂みたいなのを感じてね、その迫力がぐいぐい伝わってくるっていうのはあるんですけど、結構感動したのは2つあって、はい、1つは F ビレッジおじさんとかっていう X を展開してて、いわゆるこれはまあ多分前澤さんとか三谷さん の立ち上げた企画だと思うんですけど、まあ、こういうのってよくやってると思うんですけど、はい、要は試合当日だったり試合以外の時も開放してるんで、この施設においてこうしたらいいのにこれがあったらいいなとかっていうのを自由に上げてください、ポストできるようなアカウントを持ってるんですよ。はい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 。それはなんか待機率がどうだとか、あのレストランがこんなのがあったらとか、多分まあいろんなことが多分上がってくるわけですよね。それをもちろん瞬時に対応できることはやるし、あ、おもろいなと思ったら時間をかけたり投資をしてやったりとか、いわゆるファンの声に対しても真摯に耳を傾けるこの経営姿勢がすごいなと、なるほど。私なんかかなり深いところまでいろんなとこ見せてもらったんで、はい、モニターセンターみたいなのもあるんですよ。あ、そんなとこまでご覧になったんですね。そう、館内のいわゆるなんか事故がないかとかっていうことでもう警備室みたいなのバーってこう、はい、いろんなところにカメラがこう見てて、ゴミ箱とかもセンサーで溜まってる溜まってないとかって言って無駄な動きをしないように、もうセンサーで気づいてそこにと片付けに行くとかってかなりテクノロジーも駆使されてるんですけど、そのいわゆるリスクをこうヘッジするための、モニタリングセンターに、バーンと大きな画面にその、F ビレッジおじさんのツイッターの画面がデカデカと出てて、リアルタイムにファンの声がバババババってきて指示をされていくわけですよ。それ見たときにね、いわゆるこう改善をしながらファンサービスを高めていこうみたいなこと、私も絶大にやってましたけど、ツイッターとかで、ここまで組織的に徹底してやってるのはすげえなと。いやー、ちょっとすごいですね。で、それで改善されるんで、ファンの皆さんも自分が言ったことが改善されたりするんで、やっぱり、この球団を好きになってきますよね。あ、なるほど、まずそこに驚きましたと、うん、いうのと、あとは、球場内のスペースの中で、はい、一番上の本来であれば球場でビップルームとかスイートルームがあるようなところに、はいはい、大きなスペースで、はい、ファイターズの社員の働く、オフィスがあるんですよ。はいはい、オフィスそうでしたね、一番上にありますよね、そう、だからこの球場を作るときにこのオフィスをこんな美味しいところに作るってどういうことっていうのは設計段階では海外のね、その設計者なんかからも驚かれたらしいんですけど、やはりこう最高のサービスを提供するためにはもう一番大事なのは社員で、社員がその全体見渡せかつ気持ちいいと思える空間で仕事をしてもらってくれる、そのパフォーマンスが結果的に顧客サービスにもつながって、なるほど、ファイターズのプレゼンスを高めていくということで、あえて本来お金に変わるぐらいのところをスタッフの場として提供してやってると。まあね、そうだし、やっぱりお話聞くと非常に好待遇で社員も迎えているんで、働き方であったりとか、スタッフに対する配慮であるとか、環境をしっかり提供していこうであるとか、スポーツ界あるあるのやりがい搾取じゃなくて、ちゃんとした報酬で迎え入れていくんだっていう、このなんか、なんていうんですかね、こだわり、はい、みたいなことが、すごい繰り返し私にも伝えてて。なるほどですね。まあその施設の素晴らしさもすごいですけど、そういうなんか一つ一つこだわりポイントがもう、
素晴らしいので、うんうん、まあ、そういう人たちが魂込めて改善したり作ってるものだから、うん、それはいいものになるよと、はい、なるほどね。箱はあくまでもものじゃないですか。はいはいはい、はい、やっぱりそういう考え、そういう人たちで作るからいいものができていくんだなっていうのは思って、うんうんうん、その何からこうアプローチしますかって考えた時にどうしてもね、あの、うんうん、設計でこうしてああしてこうしてっていうものに なりがちですけど、うんうん、そこだけではなくて、はい、人のところをすごくフューチャーしてる、うんうんうん、ファンにフューチャーしてる、まあ、なんかその辺がすごいなと思いましたね。なるほどですね、まあ、箱だけじゃなくて、うん、それを支えるソフトとか人っていうところも非常に重要なんだっていうことを改めてね、うん、お感じになったっていうことですかね。いやもう素晴らしいし、うん、あのこの日本のこういう箱物と言われるスタジアムアリーナのステージを、うん、まあキングスのね、沖縄アリーナとこのエスコンは、うん、まあ一段二段上げたんじゃないですかね。なるほどですね。わかりました。ぜひね、あのエスコンそんなにいいんだったらということで、まだご覧になってない方は、まあ、せっかくでしたらね、北海道の方に足を伸ばしていただければなというふうに思いますけども、うん、ちなみになんですけど、はい、はい、北海道やっぱ暑いですか？涼しかったですか？まあ、暑いは暑かったですよ。あ、やっぱそうなんですね、うん、日本全国どこに行っても暑いということなんですが、まあそんなどこに行っても暑いという中でも、働き続けるという意味で、ここからですけども、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーに、入っていきたいというふうに思います。まあ、島さん北海道に行かれて非常に暑かったということで、日本全国どこにいても暑いんですが、まあ、そんな中でも、休まずですね、我々に、まあ、お荷物を届けていただくというドライバーさんが、普段から、どういうことに、まあ、特に健康管理ですね、この暑い中で働いていくということで、健康管理どういうことを気を使っているのかということについて今日は少しお話をしていきたいなというふうに思っていますので、島田さんも一緒に聞いていただければなというふうに思います。はい、はい、以前ドライバーさんのお仕事として車両点検、積み込み荷下ろし、センターや、荷主さんとのやり取りなどなど業務があるということをご紹介しましたが、それらをやりきるため、今回は集中力や体力などを求められるドライバーさんが健康管理で気をつけていることは何だろうかということをテーマとしていくつかご紹介をしていきたいというふうに思っています。まずは、一つ目、質の良い睡眠、睡眠の質は安全に直結する重要な健康指標というふうに思われていますが、出勤時に、睡眠状況を確認してから業務を開始しているということです。またドライバーさんは夜間配送のケースもありますので、日中の睡眠の質を上げるためにエアコンの使用を推奨しているということで、まずは睡眠に気をつけているということで、島田千山もね、結構睡眠の質にはまあ気をつけられているのかなというふうに思いますけども、何かご自身で普段 この暑い夏に気をつけられているございますか？いや、まあそうですね、暑い夏か寒い冬かは関係なしに、うん、まあ年中睡眠っていうのは大事だなと思うし、うん、はいはい、この年になるとやっぱなおさら思いますよね。うん、ああ、やっぱそうですね。もう、はい、もう仕事のパフォーマンスと睡眠っていうのがこんなに因果関係があるのかっていうぐらい思うので、まあ、うん、ね、命をかけてるドライバーさんなんか、うん、もうもっとその重要性が高いと思うんですけど、うんうん、やはり、まあ、当然ありっての時間を取るっていうのは心がけてるのと、うんうんうん、やっぱりクーラーかけすぎちゃうと、うん、まあ、ちょっと風邪ひいちゃうし夜中寒くなっちゃうし、はい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 、上げすぎちゃうと暑くて起きちゃうじゃないですか。うんうんうん、なのでちょっとこの間どこに行ったらいいのかって思う時になりません？ ありますありますよね。なんかちょうどいい適温どこだっていうのをちょっと探しちゃう時ありますよね。そう、 そうそうそう、うん、私は どこがいいんでしょうかみたいな思うじゃないですか。ありますね。と思いながら毎日同じパターンで苦しむっていうことはあると思うんですけど、なんとなくですね、はいはい、私が最近編み出してるのは、ちょっと、うん、心持ち冷やしつつ、うん、着るっていうやつです。あ、なるほど。心持ちちょっと低めなんだけど、まあ、寒すぎないように軽く羽織るみたいな感じなんですかね。ちょっと秋ぐらいの、あ、はいはいはい、スウェットとスウェットトレーナーぐらいの、うんうんうん、ちょっと肌寒くなってきたかなぐらいの時に寝るぐらいの格好で、はいはいはい、で温度は
26、7度ぐらい。ああ、はい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 。25度とかでやったらもうめっちゃ寒いんで。はいはいはい。で、27ぐらいで朝方暑くなったりするんで。はいはいはい。なんとなく26度ぐらいで、ちょっと普通行ったら寒いぞぐらいの時に、はいはい。で、来てるっていう。なるほど。絶妙に両方のバランス取りながらっていうのが今着地しやすいこれはですね、日々温度を一度ずつ変えながらチャレンジしてるんですけど、はいはい。今の私の、ホットな情報としては、はい。26度でスウェットトレーナーパンツ、はい、これおすすめです。なるほど、それが島田流っていうそういうことですね。こんな人の個人差ある話をしてどうするんだっていうね。いや、それぞれ工夫をしながらね、睡眠を保つと、はい、あとね、はい、スマホは見ないですね、はい、寝る前は。あ、それはね、よくなんか言われてますよね、うん、寝る前にスマホ見ない、はい、うんうんうん、あとね、難しい本をあえて読む、うん、あ、なるほど、それは眠気を誘うとかそういうことですか、うん、え、2ページぐらいで寝る。なるほど。意外に島田流の秘訣がいろいろ出てきましたので、ぜひ、はい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 、お聞きのドライバーさんも参考になることがあれば、はい、鼻からこの本を、うん、監督しようと思ってもいない本を1個用意しておく。あ、なるほどなるほど、なるほどですね、はい、なるほど、それが質を良い睡眠を担保するということにあたりした、はいはい、はい、ありがとうございます。ぜひお試しください。はい、では続いて栄養面ということですね、はい、集中しながら、作業するにはどうしても水分補給を忘れがちということになりますので、意識してこまめな水分補給を心がけていると、うん、ドライバーの皆さんはここを意識されているよと。特に、この暑い夏は会社から支給される塩分、水分補給ができる、タブレットや飲み物などをうまく活用していますと、いうことですね。まあ、確かに水分補給と食事はね、このタイミングでは非常に大事なのかなというふうに思いますけども、うん、結構食欲が夏は落ちてしまうこともあるかなと思いますけど、島田さん、そのあたりなんか意識されていることってございますか？そうですね、まあ、これまた夏に限らずですけど、とにかく水を飲むっていうのを心がけてます、ね、それはそうですよね。この島田の前で何度かお話しされてましたよね、うんうん、とにかく、まあ、目指せ1日2リットル、うん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 、で水をガンガン飲むようにすると、それはそれで健康の、まあ、秘訣になってるんですけど、はいはい、まあ、食事についてはもうあれですよね、暑いとほら食欲なくなったりするじゃないですか、はい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 、まあ別に、まあ、そしたらで、まあ、そうめんとかね、冷たいものを食べたりとかしながら、工夫して、まあ、とにかくあまりなんか気にしすぎず、少しでも口に入れてこう乗り切れれば、私はあまりないんですよ。ああ、そうなんですね。そう、夏バテして食事がこう喉を通らないみたいな状況にならないので、そこはまあよくわかんないんですけど、ああ、なるほど。うん、まあ、昔部活とかやって疲れてる時とかだったら、そうめんを食べてとかね、冷たい味噌汁をあえて冷たくしてそれだけ飲むとか、そうやってた時もありましたけど、まあなんかあまり考えすぎずにパン一つでも、そうめん一杯でも口に入れて返し飲めばいいんじゃないかなとは思いますけどね、はい、ありがとうございます。そして最後に、これドライバーさんならではかなと思うんですけど、体温管理ということも気を使われているということで、体温、はい、ちょっと聞いていただきたいんですけども、ドライバーさんの業務ということで言うと、暑い屋外で作業をした後にエアコンの効いた車内で運転をしたり、また時には冷蔵倉庫の中で業務をしてということもあったりします。一日の中で気温差がかなり激しい環境下で過ごすということは非常に多いということで、体調を崩さない対策として、発汗後の着替えとか、エアコンの温度調節、温度差の低減みたいなことをかなり気を使ってらっしゃるということなんですね。確かに言われてみると、あ、そういう環境下でかなり温度差の激しいところで働かれているのかなというふうに思いますけども、このあたりの業務環境みたいなことをお聞きになって、島さん、何かお感じになることってございますか？それは大変ですよね、うん、暑いところから寒いところ、寒いところ、暑いところってのはやっぱ体調崩しやすいですよね、うん、そうですよね。もうそんな中ででもこう維持をしていくっていうのはね、かなりデリケートにやっぱりこう気を使っていかなきゃいけない部分はありますよね。そうですね、まあ、でも外で暑いから来たらもうガンガン冷やしたいしね、うん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 、でもすごいそういうパターンって、まあ、遭遇しますけど、うん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 、ポイントは、外暑いとで、車内に行ってガンガン冷やすと、で、うんうん、ああ気持ちいいってなりますよね。はい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 、で
このあー気持ちいいのその冷却具合をこう激しめに最初やるじゃないですか。はいはい。それをそのままでいっちゃうパターンが壊しやすくなるんで、うん、ああなるほど。そこをね、ガンと冷えてちょっとクールダウンしたら、もう温度やっぱり少しあの上げていくというか、うんうんうん、うん。別に外の気温に合わせる必要はないですけど、やっぱ上げていかないと、うん、例えばガーッと上げて、ぐわーってこう、22度とか、うんうん、もう下手したら一回ガーッとかでやるじゃないですか。はい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 、はい。そしたら、あれ23、24、25とか26とかつって、うんうんうん、だんだん体が一回こう、クールダウンしたら、上げていくっていうふうには私はするようにしますね。そうしないと、すぐ喉痛くなっちゃうんで。あ、なるほどね。そうですよね。うん。うんうん、入った瞬間は我慢できないんでガーって冷やしたくなるのは、これはもう人間誰もがもう、ね、うん、逃れられないそうですね状況だと思うんで、その後が大事じゃないですかね。うん、なるほど、うん、そっか。そういう、まあ、きっとドライバーさんもね、そういうこう細やかなところでね、調整をしながらしっかり健康の管理ということをされてるのかなと思いますが。いや、そうです。水分取ったり温度調節したりね、本当大変だと思いますよね。睡眠も、ね、そうですよね、考えてね。いや、まあ、本当プロですよね。特にね、このもう今年の夏また酷暑ですので、そんな中でもね、まあ、しっかりと必要な荷物というのを各所に届けていただいているドライバーさんに改めてね、感謝をしていきたいなというふうに思いますけども、毎回恒例ですが、うん、そんなドライバーさんに改めて応援のメッセージを一言いただければなというふうに思いますけども。いや、もうとにかく暑すぎるんだよね、毎日ね。うんうん、いや、もうスワローさんのそのトラックもそうですし、ね、うん、街中走ってるから、この番組やるようになってから、いや待ってるんですよねとかね、うんうんうん、ありがたいなってちょっと思うようになってきましたけど、うんうん、思いますね、まだまだね、思いますよね、うんうんうん、だからこういうふうにこう思ってくれる人がこう世の中にたくさん増えてくれたら嬉しいなと思いますし、はい、まあ、毎回言いますけど、はい、そういうドライバーにね、声掛けをしていただくとかっていう、ことはね、ドライバーじゃない、まあ、消費者とか顧客の方はそうであってほしいなということと、はい、まあ、ぜひね、しばらく、多分今年だと9月とか10月くらいまでまだまだ暑い時が続くと思うので、はい、本当今日のテーマがまさに健康だったので、まあ、健康には留意してね、うんうん、ぜひ事故なくまたこの暑い夏もね、はい、乗り切ってほしいなと思いますので、はい、応援します。頑張ってください。はい、頑張ってください。ということで、全国ドライバー応援プロジェクトのコーナーをお送りしました。来月も楽しみにしていただければというふうに思います。島田のマイク、島田のマイク。この番組は全国ドライバー応援プロジェクトの提供でお送りしました。はい、ということでエンディングになりますが、まあ、この放送ですね、終わった時点では、すでに、200回の公開収録は、まあ、終わってるという状況で、ちょうど、前日にということだと思いますけども、すみません、改めて、このタイミングで公開収録に向けての意気込みというか、ちょっと200回というところへの、まあ、気持ちみたいなことを一言いただければなと思いますけども。楽しみですね。まあ、毎回言ってますけど、今シーズンは、その行き先でブースターの皆さんでも飲み会をしていこうと言ってるじゃないですか。はいはいはい、まあ、そういう意味では、まあ、そう、ちょっとテイストは違いますけど、一発目ですから、あ、そうですね、この流れがなんとなく、スタンダードになるかなと思っててですね。なるほど、はい、まず心がけていきたいことは、はい、まあ、たくさん来るじゃないですか、はいはい、ね、ファンの方ね、うん、皆さんと全員とがっつり喋りたいなと思ってます。うん、おー、なるほど、うん。せっかく来ていただいたんで、全員と絡みたいなということと、全員がですね、あ、来てよかったなと、うんうん、楽しかったなと、うん、もう言っていただけるように、うん、頑張っちゃいます。はい、もうすきたり全開と。もう持って生まれたこのサービス精神の、うん、はい、ポテンシャルを、はい、まあ、この日のために取っておいたのかというぐらい出していきたいと思います、はい、ということで、この模様はですね、また改めて島田のマイクの中で、200回の公開収録ということになりますので、皆さんにもお届けできればとそこでさすがだなというふうにリスナーの皆さんにも思っていただければというふうに思っております。はい、では島田のマイクではリスナーのあなたからのメッセージを受け付け中です。
私への質問、企画のリクエスト、お悩み相談、安産祈願、何でも構いません。番組で紹介させていただいた方には島田のマイクオリジナルステッカーを差し上げております。宛先は概要欄に載せています。あなたからのお便りお待ちしております。はい、島田のマイク、ここまでのお相手は心をたぎる B リーグチェアマンの島田慎二と、はい、方の村上でした。また来週。お聞きいただいたコンテンツは、制作バスケットボールキング、制作協力 B リーグ、配信日本放送でお届けしました。